皆さんこんにちは。開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画では、絶対大丈夫、あなたは常に守られているというテーマでお送りさせていただきます。こういう時代ですからね、どうしても不安や心配に押しつぶされそうになってしまう方結構いらっしゃると思うんですけれど、こういう時代だからこそですね、もう大丈夫なんだっていう安心を持って生きられたら、本当にそれだけで人生が大きく変わってしまうんですよね。ですからこの動画を最後までご覧いただいて、大安心のもとですね、ますます爆上がりの人生を送っていただければなと思っております。この動画に巡り会えたあなた、本当についてます。ということで早速始めてまいります。はい、ということで今日の動画では、絶対大丈夫、あなたは常に守られているというね、テーマでお話しさせていただきたいなと思ってるんですけれど、セミナーの時とかにですね、私も今まで本当に苦労だらけの人生で、本当に早く抜け出したいんですよという方、あるいはもう今借金があってね、もうどうしようもないんですっていう方、結構いらっしゃるんですよね。でそういう中で、それでも大丈夫なんですよっていう証拠がたった一つだけあるんです。でそれ何かって言いますとね、でもあなた今生きてますよねっていうことなんですよ。つまり今までどんなに苦しいことがあったにせよ、でも生きてこれたんですよね、なんとかなったんですよねっていう、今生きているっていう、これ以上にない大丈夫だっていう真実、これって他にないと思うんですよ。つまり大丈夫じゃなかったらもう死んでるわけですよ。で大丈夫じゃなかったらもう今こんなセミナーなんか来れないですよ。つまりあなたが今生きている、まあ生きているって言っても、日本でね、こういうまあ豊かな国ではありますので、なんだかんだ言ってね、私ももう今までたくさんのご相談を受けてきましたけれど、ただの一人もですね、明日もう餓死しちゃうんですっていう方お会いしたことないんです。まあほとんどいらっしゃらないと思うんですよね。でそんな中でも確かに苦労はあった、でも生きてますよねって、そこを本当に忘れてほしくないんですよね。つまり守られていたからこそ大丈夫だったんですよねと。で例えばなんですけれど、人間の脳ってね、やはり生存っていうものを確保するために動いているので、例えばまあ自転車乗っててね、車道にバーンって不用意に飛び出しちゃいましたってすると、でまあ事故にあったとしますよね。でそういう時、脳が覚えているのは、あ、車道に飛び出すとね、こんな危険な目に遭うんだっていうことははっきり覚えてますし、その時の恐怖であるとかね、そういうものははっきり覚えているんですよね。ただそれは必要なことであって、それがなかったらまた不用意にね飛び出して同じような目に遭うわけですから、それは必要なんですけれど、一面ですね、それでも生きていたっていう側面は必ずあるわけですよ。あるいはその時に反射的に体がバッて動いてね、受け身を取ってくれた、なんていう命の力の働きみたいのも本当はあるわけですよね。あるいはそんな目にあっても生きられたってことは、何かに守られたということでもありますしね。でそういうことは忘れちゃうんですよね、人間ってすぐね。ですから本当はですよ、今までどんな苦労をしたにせよ、それでも生きているってことは、なんとかなったから生きているわけだし、そんなに大変な思いしたにもかかわらず耐えてこられたわけですよね。でそういう人に限って、私は根性なしでとか言うんですけれど、乗り越えてますよねっていう事実が全てなんですよ、本当はね。ですからより根本的なことを言うとですね、本当は我々って宇宙というね、一つの命に常に生かされてるわけで、やたらめったら心配したり、不安を持ったり、そういうことでその命の働きっていうのを邪魔しなければですね、そんなに
苦労しないで生きられるはずなんですよね。ただ今までこういう事実を知らない、皆さんは本当に心配したいように心配して、文句言いたい時に文句言ってって感情のままに生きてきた方結構いらっしゃると思うんですけれど、それでもなんとかはなってきたんですよねっていうあたり、本当にね大事なとこなんですよ本当はね。ですから全部そういうなんとかなったことは忘れちゃってると思うんですけれど、ちょっと断るごとにですね、あの時本当に大変だったな、でもなんとかなったんだよね。例えば知り合いであるとかご両親が、お金を工面してくれたであるとかね、あるいは知り合いが、何かいい仕事先を紹介してくれた、あるいはふと目に留まったね、求人誌で何かいい仕事がね自分で見つけた、何にせよなんとかなったんですよね。でそこが大事なんですよね。つまり、どうしても記憶って偏りが生じてるんです。つまりあんな大変な目にあった、あの時はなんとかなったけれど次はどうしようもないかもしれないっていう不安で常に翻弄されてるわけですよね。それで怖いのは次はもうどうにもなんないかもしれないっていう思いが現象化しちゃうのが怖いんですよ。そうやって現実をこう破壊していくのでね。でもそんな時でもなんとかなったんだよねっていうところを、しっかりそこも記憶に留めておいていただいて、そうは言ってもあんなね四面楚歌みたいな状況だったけれど、やっぱりでも親ってありがたいよねって、そんな時でも応援してくれたんだよねとか、あるいは、自分もめちゃくちゃな人生送ってたけどそれでもなんとかしてくれたんだよねって、それって奇跡だよねとか、そういう本当にありがたいことって全部忘れちゃってそれで なんかねあこれから大丈夫だろうかって考えちゃうのが人生を苦しめてるんですよっていうのを覚えておいてほしいんですよ。それで実際にそこを踏み落としていただくためにはやっぱり今までなんとかなったことをちょっと思い返していただきたい、あるいはこれから何かピンチに遭うようなことってあるかもしれない。例えば普通に車に運転しててね、バッと人が飛び出してきたとします。でその時にああ危なかった、次気をつけよう、これまではいいんですよ。でただ次事故に遭ったらどうしようって普通思っちゃったりするんですけれど、その時に人がこう飛び出してきた時に、あって思う前にもうブレーキ踏んでましたよねって、それって我々の潜在意識が危機を察知してもういち早くバッて体を動かしてくれたんですよねって、そういう命の働きがあるんだよねって、それによって今助けられた、うわー素晴らしい、ありがたいなって、こういう生きる力ってあるんだよなっていうところに、着目してほしいんですよね。もちろん次気をつけようも大事ですよ、もちろんそれは残しておいてほしいですけれど、ただそういう時でもとっさに自分がブレーキ踏んだという事実、これ素晴らしいじゃないですか。でそういう生きる力、危機を避ける力っていうのがすでにあるんだよねって、だから今なんとかなってるんだよね、だからこれからも大丈夫に違いないよねっていう風に、意識を持ってってほしいんですよね。で、そのあたりを腑に落とす、言霊をこれからお伝えさせていただきますんで、その言霊を唱えながらですね、まあちょっとピンチにあった時、困った時、あるいは過去の出来事でも構いません、そういう時になんで避けられたのか、なんで乗り越えられたのか、これって守られてるんだよねっていうあたりを、しっかりと気づいていただいて、で本当に根本的に空とかね本当に掴んでいただくと、自分自身がその命の働きそのものだよねっていうところまで掴めると本当に大安心、至れるので、それはそれとして目指してはいただきたいんですけれど、今の段階でねこの言霊をしっかりと唱えることによって、今まで持ってた不安心配、それに押しつぶされそうな、人生っていうのはもう全
全く変わっていきますんで、ぜひこの言霊を唱えながらですね、自分の命の力、自分を守ってくれる大いなる力に思いを馳せていただければなと思います。ということで今日の言霊はこういう言霊になります。私は守られているから大丈夫。私は守られているから大丈夫。これをですね、何度も何度も唱えながら潜在意識さんにね、私は守られてるから大丈夫なんだよっていうのをいっぱいいっぱい入れていただきたいんです。でこれを言ってるとですね、守られているから大丈夫という根拠に目が行くようになります。つまりまあ過去の出来事でも、これから起こることでもですね、まず何か起こった時に、あ、守られてるんだなっていうところに意識が行くようになりますんで、それによって証拠がどん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 積み重なっていって、皆さんの人生がますますですね、大安心に満ち溢れていきますので、騙されたと思ってとにかく唱えてみてください。ということで今日の動画がちょっとでも良かった、あるいは参考になりましたっていう方はですね、いいねボタンをグググと押していただいて、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ということで大島秀明でした。またお会いしましょう。